7月26日、ヴィラ・セセラギ河川敷で毎年恒例のサマーフェスティバルが行われました。快晴のこの日は朝から気温も急上昇。神奈川には川遊びを楽しむちびっ子たちでいっぱいです。参加無料でイベント盛りだくさんのサマーフェスティバル、最初に行われたのが50人のちびっ子が参加したアヒルレースです。優勝したのは気軽にカヌーを体験できるのもこのフェスティバルの特徴です。最初は慣れない様子のちびっ子たちもコツをつかんで軽快に神奈川を進んでいきます。チューブ下りレースも人気のアトラクションです。親子でのんびり楽しめるのが神奈川に作った釣り堀でのマス釣り大会です。慣れない川魚にちびっ子たちはおっかなびっくり。やったね。こちらはちびっ子つかみ取り大会。にゅるにゅると素早いうなぎにちびっ子たちも大苦戦。うなぎや魚を一生懸命追いかけて大物をつかみ取りました。バザーでは木工品や野豚餃子など村の特産品が販売されました。中でも人気は新鮮な鮎の塩焼き。生きのいい鮎をじっくりと炭火で焼き上げます。今年も暑かったのは氷早食い大会です。小学生や一般女性がタイムを競います。最も盛り上がったのは一般男性の部。記録はなんと9秒52で優勝です。荒井さん早かったですね。じゃあどうぞ。はい、やった景品の袋を使ってください。じゃあ一言チャンピオン。